ローカル線、日本の美しい景色を走り抜けるどこか懐かしい列車。四季折々聞き込みだけで沿線の絶景、美食、いい宿、地元の人しか知らない名所を見つける旅。心のふるさとへ、さあ出発です。今回の旅の舞台は千葉県を駆け抜ける小湊鉄道。車窓には風渡る緑の田園と、きらめく木々の風景。沿線には景勝地養老渓谷もありますが、地元でグランプリの絶品ラーメンと、うめえ出た老舗の名家に舌鼓。でも美味しいね、食べ口聞いちゃうぐらいですよ、うん、これは出世感です、はい。知られざる沿線の歴史にも触れ、これがトロッコだ、なるほど、トロッコ列車で気分爽快。そして黒湯の温泉でのんびり。しかし言っとくけど、はい、もしかして大の方向音痴です。あ、もしもし、あ、もしもし、17時30分行っちゃったのか。成り行き任せの一泊二日。それでは参りましょう。出発ローカル線聞き込み発見旅。旅の始まりは千葉県の市原市。ここに小湊鉄道の始発五井駅はあります。いや、雨の五井ステーションから始まりましたね。五井ステーションからですね、旅人はこの2人。まあ出だしとしてはいいんじゃないかな、あ、こんな感じで、うん、あ、なんかでも雨で始まるとなんか起きそうな気もするんですけどね、うん、何が、何か事件が、ハプニング、ハプニングがありそうな気がしないですか。まあでもハプニングをどう切り抜けるかっていうのが多分この番組の醍醐味だと思うんで。ロックミュージシャンにして聞き込み旅常連、ダイヤモンドゆかいさん。そしてタレントでコメンテーターとしても活躍する加藤のりこさん。なんだか古い駅ですね。ねえ。旅の目的は地元の人に聞き込みし、10の名所のオリジナルガイドマップを作ること。小湊鉄道は JR 五井駅の改札から入ります。これフリーチケットっていうのがあるんだね。あ、ほら、本当だ、これが全部の駅ですよね。どこまでが駅だ、上総中野、うん、まあまあありますね。 1,2,3,4,5,18 駅。東京湾沿岸から房総半島内陸部を結ぶ小湊鉄道。駅数は全18駅、路線距離は 39.1 キロ。千葉県の緑豊かな自然を駆け抜けるローカル線です。ちょっと楽しみながらね、はい、時々喧嘩したりしつつ。喧嘩するんですか。喧嘩派。私喧嘩しない派です。2人は1日乗り降り自由のフリー乗車券を購入。え、1両だ。本当だ。あ、1両しかない。1両しかない。どこで降りるかだよね、まずね。そうですね。じゃあ、レッツゴー。さあ、一泊二日の気まぐれ旅、スタートです。大正14年に開業した小湊鉄道。 SL からディーゼルカーになったのは昭和30年代のこと。今では車内で昭和歌謡を合唱したり、
懐石料理を堪能できるイベント列車や、主に週末に運行される懐かしい SL をモチーフにしたトロッコ列車が人気です。五井駅を出発して2分もすると列車は住宅地を抜け田園地帯へ。そろそろ一つ目の駅に到着。お二人さん、まだ下車する駅決めていませんよね。着いちゃったよ。なんか次の駅が天力って書いてあるんです。人なんかいたりとかしそうな、うん、ありきって書いてあるから、なんか天力って雨が降ってるから天力、雨ありきって、次ちょっとなんか降りる。ということで、一つ目はパスして、そのお隣ダジャレで決めた天力駅へ。降りていく。天力。天力。なんつっても、はい、予感を信じて。この言ってるだけです。雨が降ってるから天力。雨に雨ありきと。かっこいいですよ。うわー、決まってるね。これはなかなか。いいとこ多いね。うん、9時59分。59分。その後は。その後もう10時半になっちゃうよ。駅名の天力は、かつてこの辺りにあった天村と有木城にちなんだもの。おはようございます。おはようございます。すみません、ちょっとお話伺ってもいいですか。地元の方ですか。はい、あ、嬉しい。なんかこの辺でおすすめスポットみたいなところあったりします？喫茶店もないですね。もうスーパー潰れちゃったし、ね、そこにあったんですけどね、パチンコ屋になっちゃって、あの、まあ、すぐそこにもパチンコ屋やったけど、はい、それも潰れちゃって、そこはちょっと山倉ダムっていうのもあるんですけど。あ、山倉ダム、いいじゃん。ダムはなんだ、素敵な情報を持ちじゃないですか。行かれたことあります？小さい頃は何回もね。公園みたいだから、結構夏休みはすごかったですよね。あ、いいですね。子供たちのあれでね。ではね、そこに駅前にちょっと地図みたいのが出てるんですけど。じゃあありがとうございます。どうもありがとうございます。はい、お気をつけて行ってみましょう。どんどん行っていかないとね。電車がないっていうのは、ね、電車もない、情報も少ない、はい、教えてもらった駅前の地図で場所を確認。山原ダム、はい、踏切向こうに渡って。向こう側なの？向こう側ですね。あ、そう、山倉ダムが見えたら子供の国もあるってことなんだ。 OK、はい、目的のダムは子供の国という遊園地へ行く途中にあるようです。あいにくのお天気になっちゃいましたね。でも最終的にいいんじゃない？ね、割とさすが天力。雨の中歩くこと20分。あ、来た。ああ、結構来てる。わあ、本当だ。いっぱいじゃない。いやー、すごいね。でも、水いっぱい溜まってるじゃない。ね、もうそっか。案外でかいね。これがもっともっと9月10月秋深まると紅葉も楽しめるっていうことなんですかね。うん、ダムデートっていうのがね、まあ。あるらしくて、へー、カップルが結構、へー、まあ、ここはどうかわからないけど、ここはどっちかというと、あの、熟年のカップルとかいいんじゃないかなって穏やかそうな、そう、ね、あれでしたもんね。付近を流れる養老川から汲み上げる形で取水している山倉ダムは、今から55年前に完成した工業用水専用のダム。沿岸の京葉工業地帯に
安定して水を供給しています。晴れの日には周りをジョギングや散歩する人の姿も。名所登録一つ目は市民が憩う穏やかな山倉ダム。ここから晴れるんだよね、俺 の、 あの体内時計によると。体内時計で天気が分かるんですか。そうそう便利な体だな駅に戻ってきました。お次はどちらへ。甲府台あ、光が光と風の大地、大地に馬が立ったみたいな。そんな簡単だよ、なんか素敵、ロマン感じます、はい、どっちかでいい情報がありますよ。あれ、あれ急に人が少なくなってたよ。それで全然待ってるとこと違った。全然違うよ行きますか、行きますか、はい、これそうなの、そんなもんなの。ちょっとどこに行くんですか。今家に帰る。家に帰る。どこの駅で降りるの。勝田山田駅。勝田山田駅あった。家以外に何かおすすめの場所あるの。勝田駅に生ハムってラーメン屋さん。ラーメン屋さん。すごい美味しい。美味しい。何ラーメンが美味しいんだろう。結構梅塩バターラーメン。梅塩バターラーメン。梅塩。梅干しが入ってる。でバターも入ってる。いいね。でも塩味なの。全部入れちゃった。中じゃない。喫茶店みたいな。喫茶店？何いただく？なんかラーメンもある喫茶店的な。ほうほうほう。喫茶店の梅塩バターラーメンに惹かれ、お次は甲府台駅で下車します。あ、こんにちは。本物ですよね。え？本物ですよね。本物ですよね。専門ではないと思うけど、あの地元の方ですか。はい。あ、この本格鉄道が何しろトロッコ電車とか、ああるんですか。運行やってるんですよ。はい。それがちょっと今ブームで、うん、この線路をオープンの。あのトロッコが、どこからそれ。これ牛久駅から、牛久駅行かれたらいい。それからトロッコ電車っていう情報が。何やら小湊鉄道で話題のトロッコ列車、かなりそそられますが、その前に、はい、ラブハウスは方向的に、あ、ここですよ。ここ右を上上がっていくから、はい、ちょっと歩かれる。何分ぐらいですか。10分ぐらい、うん、はい、セブンイレブンがあるからね、はい、そこで聞くと分かります。分かりました。どうもありがとうございます。お世話になりました。じゃあ行ってきます。じゃあ、はい、うわ、いい情報。すごい短時間で、うん、いい情報。なかなかこう、ね、充実してますね。11時40分その後12時半になっちゃう。結構あれですね、開、うん、いちゃいますね。あ、なんかまた雨が俺の体内時計がちょっと狂ってるな。天気予報は見れないんですね、うん、教わった方向へ歩くこと10分。 あ、ラーメンあった。あれでしょ。開いてるかな、電気ついてる、はい、これダメって言われたらショックだ、いい香りがする。すいません。おはようございます。こんにちは。あのローカル線の旅っていう番組で、この旅最初の撮影交渉、結果はいかに。ここが美味しいっつって。お腹すきました。本当にオッケーです。オッケー、やった。いや、この雨の中オアシスのような。ありがとうございます。よかったですね。よかったです、うん。これですよね。はい、私はあのおすすめされたのがこちらの
梅塩バターラーメンだったので、はい、梅塩バターラーメンをぜひそちらを、はい、俺はこの梅塩チャーシュー麺、はい、梅塩チャーシュー麺、はい、はい、昭和60年に喫茶店としてオープンしたダボハウス。もともとはメニューにラーメンはなく、マスターのラーメン好きが高じて始めたところ大ヒット。原骨、鶏ガラなどの動物系のスープに鰹節、煮干しなどの魚介系スープを合わせる本格派。ほろっととろける肉厚チャーシューをのせ、甘めの南高梅をトッピングしたら出来上がり。あ、はい、梅塩バターラーメン、はい、ありがとうございます。うわー、美味しそう。美味しそう。甲府台駅で下車した2人、喫茶店ダボハウスのラーメンがお出まし。あ、はい、梅塩バターラーメン、はい、ありがとうございます。うわー、美味しそう。美味しそう。なんかね、私ちょっとせっかくなんで、このバターと梅の交差するあたりのスープいっていいですか。うわー、マニアックだな。梅塩バターラーメンは千葉県のラーメン選手権でグランプリ。あ、間違いない、間違いない、これ好きな味です。梅も酸っぱいよりほんのり甘みがあって、うん、うん、美味しい。ゆかいさんが頼んだのは梅塩チャーシュー麺。ちょっと梅と一緒に行きたい感じですね。あ、確かに、うん、うめえ出た名所登録2つ目は喫茶店ながらラーメンがグランプリ受賞、ダボハウス。昼時には地元の方でいっぱいの店内。ちょっとお話伺ってもいいですか。この近くのこの、例えば駅の牛久とかの方。牛久まんじゅうは有名だ。牛久まんじゅう、牛久まんじゅうは有名。牛久まんじゅう、あ、美味しいですよ。牛久まんじゅう、美味しいですよ。牛久まんじゅうっていうね、美味しいですよ、ねっとりしてね。牛まんじゅうはね、皮が美味しいと。すごい、牛久のなんか駅の近くにおまんじゅう屋さん。あ、そんなに行けなくはないよね。あの通りですからね。通り、牛久まんじゅう。牛久まんじゅう。他にも。料理でね。牛久駅で無理だからね。何屋さんだっけ、お店の名前。なんとか丼だって、うん、でも聞けば皆さん知ってますよ、地元はラーメン。なんとか丼ね、牛饅頭。はい、ちょっとありがとうございます。求めてきて助かりました。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ね、よかった。じゃあ、ええ、あずま堂。あずま堂、あずま堂、了解です。あずま堂、しむさん、ありがとうございました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。雨もやみました。あ、やった、あ、やったやった。お腹も満たされ、情報もゲット。まずまんじゅう屋に行って、はい、ポイントをゲットして、おまんじゅう屋さんでもお話聞いてみましょうか。そう、まんじゅう屋で、うん、まんじゅう屋さんでもう一個ぐらいゲットしたいね。はい、お次はおすすめされたまんじゅうのあずま堂があるという上総牛久駅。そういえば、上総牛久駅というと、目の前のあれがトロッコですか。あ、トロッコかな、これ。ちょっと降りて見てみます。トロッコにしてはだって、あの蒸気だってまだついてないんですよ、トロッコって。ああ、そうか、まあ、蒸気機関車系のもの。いいね、これ。あ、これトロッコですよ、ほら。そうですかね。間違いない、ほら。あ、本当だ。窓がないもん。え、あ、
窓がないって壁ってことじゃなくて、そうそう、吹き抜けみたいな、うん、ここ上総牛久駅はトロッコ列車の乗車駅。トロッコ列車っていうのは、まあ、こ今ここにこの次の時間は何分なんですか。えトロッコ列車は次はこの次はこれで終わりです、ね、終わり今日本日は終わりです。営業は終わりです。この日のトロッコ列車の運行は2本のみ、すでに終了。残念。だからトロッコ列車は明日に持っていくしかない、うん、メインは明日に取っておきましょうか。聞いてみます。この人とかあのおばさん、なんか顔出してる、うん、気を取り直して東堂の場所を聞き込み、ね、こんにちは。今日は撮影ですか。撮影でお邪魔してます、はい、あ本当、はい、ここは何屋さんで。文具屋さんと化粧品屋さんで、あ東堂さんです。なんか東堂さん、はい、お菓子屋さん、はい、お菓子屋さんはね、はい、普通のお店をこの国道沿いに、はい、あのやってますよ。線路の向こう側になる。だからそっちから行ってもいいし、こっちから行ってもいいから。よかった。何も知らず勝手にこっち歩いてくる。そっち歩いてたら本当何もない。何もない。まずはじゃあ東堂に行ってきます。東堂さんにね。行ってきます。すいません。危ない危ない。違う方向歩いていくとこ。国道沿いを歩いて行くと。あ、あれじゃないの？見つけました？字がちょっと読めないけど。東って東じゃないんだ。東じゃないんだ。歩くこと12分、目的の東堂に到着。こんにちは。どうも失礼します。ご主人でいらっしゃいますか。はい。全然私たち東堂って東だと思ってたんです。あの東京は東橋とかってある、うん、あの、はい、風の五に口、はい、で奥さんの妻で、奥さんの妻なんだ。はい、東堂と申します。明治30年創業の東堂は今年で122年目。和菓子から洋菓子まで幅広く販売する老舗菓子店。その看板商品が、うち福饅頭はね、その入り口にあるんですけれども。あ、これですか。はい、こちらで、あの、まあ、この町が牛久っていう町で、はい、この牛久にちなんで、あとこの町で年に1回八坂祭りっていうお祭りが、で町の名物というかちなんで作った、あの牛久饅頭という饅頭です。でまずはその牛久饅頭、牛久饅頭をここ牛久の八坂祭りをモチーフにした自慢の饅頭を店内でいただきます。ほわほわですよ。あ、いい照り、いい照り、うん、ほわほわ。あ、うまい。皮にくずが入ってる、くず粉が入ってて、独特のこのもちっと食感というか、その食感をちょっと出すの。まあ、皮だけでも食べてたいし、あんこと一緒に食べても、うん、皮だけでも美味しい、ね、ありがとうございます。黒糖ベースのもっちりした皮に、甘さ控えめのさらっとしたこしあんが特徴。名所登録3つ目は、地元の祭りにちなんだ牛久饅頭の東堂。見に行くならここをどうぞみたいな。見に行くなら鶴間駅なんていうのは、あの関東の駅100選鶴間か、鶴間、はい、駅舎も、まあ、古びた風情があって、まあ、田園とその、まあ、駅も本当にちっちゃい無人駅なんですけど、うん、素朴なというか、うん、ローカルな駅舎と、あのその鉄道ですね。さらに八坂神社があるんですよ、はい、うん、神社近いです。歩いて10分ぐらいなんですけど、まあ、ちょっと、ね、小さい神社なんですよ。祠のような、はい、町の、まあ、無病息災でしたり五穀豊穣なんかを願った、はい、あの神社で、そのお祭りになります、はい、牛久饅頭のモチーフ八坂祭りが行われる八坂神社はここから徒歩で12分ほどとのこと。三叉路に出ます。三叉路、お地蔵さんがあるんですよ。ちょっとこうお地蔵さんの櫓がちょっとあって、近くに行け見えてきますか。
そうですね、あとは参道伝いに行けばあのちょっと神社があって。ありがとうございました。失礼します。早速八坂神社を目指します。一応聞いてたんだけど三叉路になってて、はい、そこから分かんないのなんだ仏像があってどのものとかそんな感じでしか覚えてないな。三叉路が見つけられないし本当だね。あ、お地蔵さんもこれじゃないの。お地蔵さん、仏像みたいな、ほら仏像さん、仏像、あれ人ん家じゃないですか。上総牛久駅で下車した2人、八坂神社を探しますが、そして三叉路が見つけられないし本当だね。お地蔵さんもこれじゃないの。お地蔵さん、仏像みたいな、ほら仏像さん、仏像、あれ人ん家じゃないですか。人ん家かこれ俺あのね、はい、言っとくけど、はい、もしかして大の方向音痴ですこの先不安がよぎります。これ神社じゃないの、ほらあれほらほら木が生い茂ってるだけです。え、神社っぽいよ。神社じゃないのこれ。お正月来ます、ここ。多分人ん家だと思うんですよね。何が見えます。公園が見えてきた。あれ人ん家だよこれ。敷地ってことですか。人のお家みたいな。人の、そうでした。あれ、ここじゃ。こんな細い道なんて情報。いやでも細い道って言ってたよ。もうちょっと先の細い道じゃないですか。そういうことか。なんか。八坂神社はどこに？細い道って言ってたよね。今度こそこの道で合っていますか？絵的にはかっこいいけどね。この道は、うん、絵的にはかっこいいよ、ほら、すごい参道っぽくはないですよね。まあ、確かに。かれこれ20分以上さまよっている2人。あれじゃない。ん、あれ手前か、なんか屋根みたいな手前に。俺も神社っぽいね。あれか、人の足跡あるから行けますね、ここ。ここから入っちゃうの？ここから行くの？鳥居見えました。本当だ。じゃあ表門から入りますか。いやでもここは由緒ある神社だな、間違いな。八坂さん、はい、確か神社の、違う、ここ、ここ三島神社、三島神社って書いてあるあれ、でも三島神社もかなりかっこいいね。逆に八坂神社どこですかね。本当だよねあれ完全にこれだと思ったのに。本当だよ ね、 ね、もっと小さいんじゃないの。だからマイペースな2人大丈夫でしょうか。さらに歩くこと10分。全然違った。ほら見えてきた、鳥居が見えた。鳥居、本当だ。来た。ずいぶんでもやっぱ綺麗ね。あ、これが元々あった鳥居に。あ、本当だ。やっと来ました。ね。ああ、幾分風が吹いて。ありがとう。ああ、なんかようこそって言われてるみたいな感じですね。ね、本当に。ここでしたか。ここが一番。由緒ある八坂神社、にぎやかなとこなのかと思ってたら、ね、ものすごく素朴な場所にですね。そういうところが俺好きだな、ね。江戸時代末期から続く八坂神社は地元の氏神様、京都の八坂神社と同じ神様が祀られています。毎年夏には牛久八坂祭りが行われ、3つの町ごとに山車が登場。牛久林で喧嘩太鼓を叩き合うのが古くからの習わしです。名所登録4つ目は市の無形文化財、
牛久林の八坂神社。14時13分とかだったんですけどね。あ、もう過ぎた。こんだけ道に迷ってればそうですよね。じゃあ15時ですね。15時、うん、16分。15時16分。牛久商店街、ほら牛久駅って書いてあるもん。見えました？見えた見えた。じゃあ間違いない。間違いない。標識通りに歩いていくと、何も難しい動きはないですよね。ないよね。だってこれまっすぐ来てる。これ駅でしょ。でめちゃくちゃ簡単な道じゃない、これ。だってこれただまっすぐ行っただけじゃない。何それ。あんなにぐるぐる回ってさ。ともかく帰りはすんなり駅へと戻ってきました。どこ行きましょうか。次はあのほら駅がさ、うんうん、とてもステキングだっていう話をする前はい、はい、駅自体がなんかいいって言ってたよね。でもゆっくり駅とか見てないですし、ね、まだ、うん、なんかせっかくだったら。続いては有名だと聞き込んだ駅舎を見に、2つ先の上総鶴舞駅に向かいます。どんなだろう、楽しみ。あーこういう、どんなかな。ここですか。ちょっと教えてもらいましたもんね。はい、どうもお疲れ様しました。あ、無人なんだ。おや、ノスタルジー。誰もいないよ。ノスタルジー。確かにね。あ、テレビも昔のテレビが。ほらほらほら。本当だ。だからこんなだったってことですよね。昭和のある風景みたいなね。机だってほらそのまま残してあるってことだ。黒電話があるよ、そこに。黒電話。まるっきりもう。ここで映画撮れちゃう、ね、駅舎の外へ出ると、昔のほら瓦の屋根ね。大正風の作りをしてるってことだね。モダンだってことですかね、うん、あそう、大正ロマンね。大正14年に開業した上総鶴舞駅。当時の趣を残した駅舎は国の登録有形文化財。ドラマや映画のロケ地としても知られています。するとホームに列車が。あれ、これは違う。これは五井の方に戻るやつですよね。せっかくだったら逆にこっち側に戻っていく電車とゆかいさん撮ります。ちょっとそうそう、ゆかいさんもう一歩前駅と、あ、すごい、ゆかいさんの赤と電車の色とハワイみたい。電車に意識が行きがちだけど、うんうん、駅舎もちゃんとあって、うん、季節ごとの色がここにはあって、うん、あ、 SNS たまらないスポットなのかもね。名所登録5つ目は関東の駅100選に認定、上総鶴舞駅。11分か。10分。あと10分。まあ来るね。ここまで順調。次はどちらへ？まあ大体一本飛ばして来てるから。ああそうか、まあそうか。うん、牛久、鶴舞、高滝。やっぱ一本飛ばしで行くパターンが一番平和かな。一駅飛ばしだといい感じというゆかいさんの直感で、次は高滝駅に向かいます。そろそろでも宿の方も探していかないと。日が暮れる前に当てはつけたいですね。ですね。お宿も早いうちに見つけたいところ。走ること6分。
高滝駅に到着です。行こう。 OK。 駅前駅前人が想像してた駅前とまた何か違うな。ガソリンスタンドの人とか聞いてみますか。なんか旅人をたくさん見てる気がしないですか。そうだね。こんにちは。こんにちは。ちょっとお話いいですか。忙しい。この近くで泊まったりとかできる施設があったりとか。あの福水荘ってあるんですよ。福水荘、ね、そっちがいいじゃない。そっちの方がいいかな、うん、行ったことあります。もうあります。昔からあるとこですか。昔からあるとこですか、うん、もうだいぶなるね。ご親切に福水の連絡先を教えてくださいました。わかりました。もしここであのなくてここしかなかったら言ってください。なんかちょっとつてはあったら。ああ確かに。お名前伺ってもよろしいですか。え私、うん、渡辺です。渡辺さ ん, 辺さん本当ありがとうございます。石井さんです。石井さんもありがとうございます。ありがとうございます。聞きましょうか。聞きましょう。早速福水に連絡。出てください。はい、福水でわかります。あ、本日の営業は終わらせていただきました。あ、もしもし。あ、もしもし。高滝駅で下車した2人は教えてもらったお宿に電話。もしもし。あ、もしもし。やってないですよね。どうやら本日の受付は終了のよう。失礼します。ありがとうございました。渡辺さん、はい、ダメでした。いや、民宿なんですけど。民宿でも全然泊まれたら、うん、はい。なんてとこですか。酒屋さん。酒屋。酒屋。そんなのも酒屋が民宿。そう飲めるの。まあ、そうそう。はい、酒屋です。もしもし、渡辺と申しますけど、お世話になります。お世話になります。おかみさん、今日って2部屋空いてます。なんだかお宿と親しげ。部屋自体は2部屋空いてるんですけれども。はい、お部屋は確保。あのですね、はい、ローカル線の旅っていうテレビ番組の収録で来てるんですね。でも結構受けてもらった方がいいと思いますけど。プロデュース。ありがとうございます。はいはい。はい。はい。これは場所はどこなんですか。建国。すごい。渡辺さん、そこ泊まったことあるんですか、酒屋。飲みには何回も行ってないけど、泊まりはしてる。渡辺さんの行きつけだという酒屋さん。全然想像つかない。お風呂はあるんですか。温泉。はい、温泉でもあそこ温泉って言っても高専だから。夜結構って高専だから。全体が、うん、めちゃくちゃ良いじゃないですか。逆に真っ黒な水です。鉄分がすごく多いの。いいですね。入るとお風呂に入る力が取れる。ツルツル最高じゃないですか。最高です。撮影の許可はいかに。当人と変わりますんでちょっと待ちください。はい、すいません。ですか。あ、もしもし。はい、ダイヤモンド愉快とも、なんですけど。ダイヤモンド愉快さん。はい。ご存知ですか。ありがとうございます。あと、すいません。はい、女性の、はい、あの方は、加藤紀子さん。お世話になります。んですけど。どうも。こんにちは。二人なんですけど。もうちょっと早く分かっていれば本当に。いやいや、もう十分です。すいません。じゃあ、料理の方頑張りますので。あ、本当ですか。ありがとうございます。はい、撮影許可も OK。本人です。お待ちしております。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。よかった。ありがとうございます。いやー嬉しい。助かった。お二方のことを思いながらお湯に、はい、お酒にいっぱい飲んでた。ありがとうございます。ありがとうございました。どうもありがとうございます。いや気をつけて。助かったな。黒いお湯に溺れて
酒飲んで寝ましょう。もう明日に備えて、はい、特別に迎えに来てくださるそうで。あれですか、おかみさん、おかみさんか、おかみさんだ、若い、おかみさん、酒屋さんのおかみさんで、あ、おかみではないんです、おかみさんなんです。酒屋さんにいらっしゃいます、すみません、急のお願いを。すると、すみません、あの地元で採れた、はい、お米の高炊き米なんですけど、はい、よかったらご賞味ください。あの明日の朝、おかみさんがあの使って料理してくれそうなので。嘘嘘嘘、はい、持ち込みありですか、はい、ロケの噂を聞きつけ、向かいの JA の方が収穫したての早場米を持ってきてくださいました。なんか特徴は、ふっくらしてて、はい、美味しいです。はい、美味しくいただきます。ありがとうございました。じゃあ、はい、じゃあ早速お米抱いて。初めてのパターンだ。車に乗り込み走ること20分、お宿に到着です。さかやた、ああ私完全にお酒のあれかと思ったひらがなだったですね。さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。おかみさんがお出迎え。ありがとうございます。あのちょっと我が家、昔の我が家に帰ったようなそんな宿ですので。 よろしくお願いします。ありがたいです。ありがとうございます。さっきのお世話になった JA の、山本さんからお電話ありまして、はいはい、あ、そうですか、はい、あの明日の朝、はい、任せていただこうと思って。あ、そんなことまで。いえいえ、とんでもない。ありがとうございます。じゃあお預かりします。よろしくお願いします。すいません。養老渓谷の温泉郷にある民宿酒屋、昭和47年創業の家族で営むアットホームなお宿です。それでお部屋こっちになります。はい、まずはお部屋へ。 あら、角部屋ですね。あ、素敵。角部屋、あら、かわいい。いいじゃないですか。どこか懐かしい8畳の和室。あ、でもなんかモスグリーンで、はいはい、なんか懐かしい感じもしつつ、ね、温泉もあるし。温泉でもうちょっとゆっくりと。そうですね。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。まずは乾杯。養老の滝に乾杯。ありがとうございます。海のお魚の石餅の塩焼きですね。石餅、はい、石餅、あのどこかになんか石、うん、あのお客様が、はい、なんか石が入ってたって。当たり、それ由来がそうなのかちょっとよくわからないんですけど、はいはい、あのもう直接持ってきていただいてるんですよ。ですか、はい、すごいですね。何品、急にお願いしたのに、うん、本当ですね、こんなに品数があるなんて、うん、普段からこんなたくさんお料理が出るんですか。そうですね、あの、まあ、自分でも野菜とかを作って。あ、そうなんですね、はい、養老渓谷は山の中なんですけど、うん、やっぱり海に囲まれてる房総半島なので、うん、海山のものをこう取り混ぜて、うん、あの提供したいなと思ってます。お肉もあるし、お魚もあるしですよね。野菜もあるし。かみさんが作ったやつかな。トマトに玉ねぎにでしょ、涼しげな、うん、まずは酢の物から。うん、疲れた体にいいですか。さっぱりと酸っぱいものも回復する美味しい味がします。旬の野菜はほとんど自家栽培。うん、なせばなす、なさねばなす、何事も何もなす結果何もなすそうだ続いて木更津から仕入れた白身魚の石餅。掘れば掘るほど身が出てくる。大人はこれと、うん、なんか日本酒とみたいな。お二人、房総の恵みを大満喫。お待ちかねの温泉。
すごい、確かに教えてもらった通り、すごいお湯が滑らかでトローってしてて、肌触りすっごい気持ちがいい。見た目通りの、その名も黒湯と呼ばれる養老渓谷名物のこの温泉は、とろりとした肌当たりが特徴で、湯上がりもポカポカです。名所登録6つ目は、手作り料理とお湯に浸かれる民宿酒屋。